思考、思考、思考は考えや思いを巡らせる行動であり、結論を導き出すなど何かしら一定の状態に達しようとする過程において、筋道や方法など模索する精神の活動である。講義には人間が持つ知的作用を総称する言葉、競義では概念、判断、推理を行うことを指す。知的直感を含める場合もあるが、 感性や意欲とは区別される。哲学的には、死、死、死意と同義だが、大森創造は、知の構築と、その呪縛にて、思考と死意の差について研究し、死意とは、思考を含みつつ感情なども包括した心の、働きと定義していい。論理学分野で研究されてきた、思考の定義は定まっておらず、多様な側面を持つ。心理学分野の研究では、 思考とは何らかの思想や問題対処法を立ち上げる心の過程や操作を示し、その対象は問題解決、法略、推理、理解、表彰、心臓、観念、概念など知識といった現象を取り扱う。漢字、思考の知は、伝が頭蓋骨の意味が転じた頭脳の活動、心が精神の活動を指す。考えは知恵の意味、老に終わりなく。 進む手が付属したものである。漢字全体では頭や心で活動し、知恵を巡らせることを意味する。思考とは何かという疑問は人類の歴史の中で繰り返し問いかけられてきた。ただし思考だけを独立させて取り扱うのではなく、知能や生命、さらに社会など相対的に人間は生きる側面の一つと、 なし、複雑系を構成する要素として組織的に扱う必要がある。イマヌエル・カントは近代的な個人の思考とは一人では成り立たせることは不可能であり、必ず他者と共同され、公開し、主観を共有する状態からしか生まれないと述べた。そうでないものを未成年状態と定め、それを脱却するために啓蒙が必要と説いた。したがって、 言論の自由とは意思を発表する権利という点に、止まらず、思考の権利でもあると考えた。思考とは、何らかの事象や目標などの対象について考える、働き、または、家庭のことであり、対象となるものの意味を知る、または、意味付けを行うことで働かせる理性的な脳や、心の作用を言う。これには二つの意味がある。講義には、心が動くことそのものを言い、 打ち化された心臓、概念、言語を操作することである。このような意味では思考とは心の中で自発的に作られた観念が時間の経過とともにそれぞれが連鎖し変遷する心的過程の一つということができ、人間は常に何かを思考している。逆に思考をしないためには心を空にする特別な修練を積む必要がある。競技には 何らかの目標達成や問題解決のために行う一連の情報処理を指し思考する対象の意味を理解しながら進められる認知的な行動である。ここで思考が使う情報とは記憶の中に分布するホログラムと言える。そして思考は組織化された外部情報を成分要素とする内的なシミュレーションと定義される。これによって人間は様々な予測を得る。しかし、 その予想精度には、正確で豊富かつそれらが、有機的につながった情報、知識をもとに正確なモデルを構築し、それをさらに正確なシミュレーション、思考にかける必要がある。競技の思考は、情報処理の一つである。ただしそれは、断片的な情報を連想で引き出しつつ、論理的につなぎ合わせながら、言語やイメージを用いて行う内的なもので、 思考自体は直面した問題に対応して、どのような行動を取ることが適切かという回答を、念出する努力を払っているまでの状態といえ、その際に外部へ向けた行動は止まっている。しかし思考を孤立したものと捉えるのは間違いであり、問題に直面して行き詰まったような場合に行動へ、修復をかけるための手段としても活用される。この意味では、 思考は一連の行動における一つの要素と言える。ジルドゥルーズは思考を解釈でなく実験という。これは解釈が対象を解釈者の範囲の中に入れ込んでしまう行動なのに対し思考は限定される範囲がない創造的活動だという主張であ。る。雑念や空想も思考の一形態である。ただし一般に言われる思考とは本人が意図して取り組む。 自主的なものという受け取られ方をしており、それに対して雑念は、浮かぶ、枠などの自動詞で表される通り、意図せず偶然に侵入してくる邪魔者のような観念で捉えられ、空想とは異なり好ましくは見られていない。雑念恐怖症のように神経症の一つにも受け取られる。しかし、両者は明瞭に区別できるものではなく、瞬間的な何かの思いつきなどを継続して考えれば、 思考になり、継続させたくないという意志が働けば、雑念になるとも言える。そしてこのような国国の思いつきは人間にとって自然なことである。ギルバート・ライルは思考の本質として以下の特徴を挙げている。一必ず新規な事象を含む。二状況に敏感に反応し、修正や新しいルーチンを作り出す。三目的のためたようなルーチンを用いる。 4思考錯誤と見直しを繰り返すため、必ずしも合理的、正当とは言い難い。5過去に学習で得たルーチンを一般化し別の状況に適合できる。6階層的であり、背景に期待や疑いなどが介在する。ライルはまた、思考とは特定の技術や技能を行使するものという意見にも反対する。思考とは確立された技術などと異なり、 必ずしも結論に至るものではない。思考の過程とは成功への道筋が存在しない中で、暫定的、実験的、会議的な、様々な糸口らしきものを探し、失敗にも多く行き当たりながら、施策を進めるものと論じた。人間の思考とは、対象モードと非対象モードが混合する、いわゆる副論理的構造を持つという、非対象モード、非近質モードとは、 純粋理論に相当する。それに対し対象モードとは、本来対象と取らない、二項、例えば、全体と、部分、質と、量など、を対象的に捉え、それらを無意識に、圧縮や、置き換え、時間性の無視、相互矛盾の無視、外敵と内的の取り替えなどを加える。昆虫や動物が高い選択性を持って、行動している場合があり。 それはまるで思考をめぐらせて得られた結論から起因したもののように見えることがある。しかし実際にはそれぞれが生存や繁殖する上で必要な刺激情報を感覚的に取り入れて行う本能行動に過ぎず、たとえ学習を経て得,得した高度な行動パターンでもこの意気を出ない。例えばメスのダニは交尾を終える時の枝で哺乳類が通り過ぎるのを待ち、 その体へ移る。だが動物が通ることは非常に稀で、そのためダニは場合によっては数年間も待ち続け、数少ない機械を選択して飛び移る。この行動は一見外部情報を何が選択し、思考を巡らせて飛ぶか否かを決めているように見える。しかしその実態は動物の体が放つ落参集に反応するだけで、あらかじめ体に仕込まれた反射行動でしかない。 ヒナを守る、親鳥の行動も思考し、選択をしているように見えるが、これもヒナの鳴き声という部分的な信号によって誘発される行動であり、見かけ思考をしているようであってもその実は限定された、感覚的情報に突き動かされた、本能的反応でしかない。人類に近いチンパンジーについて、ドイツの心理学者、ボルフガング・ケーラーは、手が届かないバナナを道具を使って取らせる。 実験、類人猿の知恵試験を行い、思考についての考察をまとめた。それによると、棒とバナナが同じ視野に入らない場合、チンパンジーがバナナを獲得することは非常に困難になる。また、無用なものも含めた複数の道具がある状況では、成功するまで数々の道具を使った試行錯誤を繰り返す。これらはバナナを見つけたチンパンジーは、 本能からそれを手に入れることへ行動ネルギーがベクトル化され、実は有用な道具類も同時に見えない限り意味を見出せず、視線を外したと断切り捨てられる傾向があるためである。また、複数の道具の有用性を事前には想像できず、試さなければわからないという点も組み取れる。これら本能行動には無駄が存在する余地はなく、感覚器が収集する情報は、 狭い選択範囲に限定されている。これに対し人間は、文明を築き上げ本能行動に依存しない、生存環境を作り出したこと、そのために生きるための環境への適応能力を失ったがゆえに、雑多な外的情報を無秩序に受け入れる余地を得た。さらにアルノルト・ゲーレンによれば、人間は、生物としての衝動的なエネルギーが、本能によって方向付けされていないために、 関心とも言い換えられる衝動エネルギーが生存の維持とはさほど関係しない事象にまで向けられる特質を持ちという。そして、この一見無駄とも思えるエネルギーが無秩序な世界を把握する方向に向けられた結果が自然の制御など人類が生存できる環境の作り替えに発展した。さらに人間は一旦目にしたものを言語化して記憶し、 それを後に取り出して別な場面で関連づけることができる。それは経験に裏打ちされた過去の情報でも可能である。このような後天的な学習で得た情報を使って何かしらを判断することが思考であり、これは人間のみが獲得した特質と言える。人間の工事神経系を3つに分けて説明したイワン・パブロフは思考とは大脳皮質の言語神経系。 第2信号系が行う概念化の活動と考察した。ただしこの第2信号系活動は原始的、情動的活動を司る第一信号系と本能的な体系部分と切り離されているわけではなく密接に関連し合いながら相互に影響を与える。心理学者、神経科学者のポール・マクリーンは内臓脳、変炎形と三型階層性能を説を唱えた。 これによると人間は進化の過程で言語やである大脳皮質を発達させた。そうして他者や集団とのコミュニケーションが行われ、抽象的概念を用いた思考を獲得し、動物的な情動を抑え、洞察するという手段を手に入れた。脳における思考のメカニズムは感情や記憶、学習などと同様にシナプスの働きを基盤としており、 電気生理学や分子生物学手法にて研究が行われている。光トポグラフィーを用いた実験では、論理的な思考には、脳の右半球下前頭回領域が活発な活動を起こすことが示された。一方で、神経エネルギーの観点から思考を解説し、これらと身体行動との関連も説明されている。感覚によって喚起された感情や思考は、 別の感情や思考を起こす引き金になり、連続的に続く。これは、神経エネルギーの流れが作用する現象である。一方で、この神経エネルギーは、思考、感情だけでなく身体活動にも影響するため、これら三つの要素は関連性を持っている。例えば、体を激しく動かすと、思考や感情に注がれるエネルギーは相対的に低下し、 逆に思考へ極端に集中すると活動や感情は抑えられる。思考とは心にいろいろな事柄を思い浮かべる心臓、メンタルイメージ行動を通じてそれらの関係を構築する作業である。この心臓には五感で受け取った像、視覚心臓とそれらを脳内で再構成した像、記憶心臓があり、思考ではこの二種類の心臓を複数紹介し合いながら 同定し、判断に至る作業を行う。思考は、人間が直面する問題を解決するために問題と状況を理解し、解を導き出す心の働きである点から、対象について、多角的なアプローチが行われつつ検討が繰り返されるため、全身的でありかつ累積的に進むところを特徴とする。また、思考は、心の働きではあるが閉じているわけではなく、 外部から得る情報を取り込みながら行われる。この情報とは短期記憶や思考する際に五感から得られた外的情報でなければならないことはなく過去に得た知識を用いた経験的な長期記憶や連想などだけでもよい。コンピュータなど情報機器は思考を支援することができる。思考する対象の情報を得て理解する段階にて情報を得る速さや 検索機能など適切な情報に行き当たる確率の向上、そして絶対的な情報量の多さや、統計的な整理、図案化など理解しやすい表現などが可能となる。また、具体例を示したり、情報の属性に応じた検索などは、洞察を深め発想につながる。記憶の蓄積や操作、整理統合にも役立ち、この点は、思考過程を一部外科していることになる。 これらの思考支援機能の各要素を同じ環境下に備える統合的思考支援環境の開発は情報処理機器の研究開発が目指す一つの目標となっている。思考とは何らかの事象へ反射的に行われるものではなく複雑な内的過程を経て結論へ導かれる考えである。この過程を段階的に捉える試みは数多くあり多様な説明がなされている。 次の例では、思考過程を五つの過程で説明する。一分析では、単位情報をそれが持つ要素や性質まで分解することに総合では、分解した要素や性質に着目し情報を結合させること三比較では、分解した要素や性質を比較して、情報間の相違や類似部分を洗い出すこと四抽象では、情報の本質は何かを生み出すこと五が一括では、 見出した情報の本質をまとめ上げることである。思考には不可欠であることは、ロゴスと関連させ、思考言語を相関させた3段階でなされた説明もあり、これは思考の概念、判断、推理を、言語の明示、明代、推論の作用と対応せている。思考はまず、概念の形成から始まる。これは、複数の対象に共通する特徴を把握し、 それらを包括的、外括的に認識することにあり、対象群を抽象化する過程、本質的な特徴を見極めることでもある。この把握された特徴は言葉によって表され、明示、概念として認識されることになる。このような特徴は、明示された言葉が持つ意味内容と、紐付けされた内包要素と、言葉が適用される対象の範囲を示す外縁要素の二つで構成される。 概念が構成されると、次に、それらを組み合わせて、大きな単位を作る段階である。判断言語単位では、命題に入る。これは対象である存在とその性質や特徴を示す。属性、または、複数の対象間にある関係について、主語覚語レンジという文章形式で組み立てられる。判断が構成されると、次に、これを前提において結論が導き出される。 この過程は、推理言語単位では、推論と呼ばれ、一つ以上の真実と思われる判断をもとに、別の判断を真実とみなす、思考の作用である。この推理を進める方法には、経験を排除し論理に基づいて、結論を導く、演劇的推理と、個別事情を勘案し、そこから一般的な結論を乱す、機能的推理がある。推論の種類には、 一つの判断から直接的に別の判断の真理を判定する直接推論と、いわゆる三段論法にように二つの判断から結論を導く間接推論がある。数学における反省的思考という範疇では、ジョン・デューイは思考とは5つの段階を踏むと提唱した。一暗示、日清的、整理、三仮説、指導的観念、四推理作用。 ご仮説の検証をそれぞれ踏むことで問題解決をなすという。これは対象が記号化、言語化され感覚的に捉えたそれら情報を意識的か否かにかかわらず論理的に侵略する行動を指す。思考とは言葉の操作であり、これを指してプラトンは思考を自分自身との内的な対話と呼んだ。同様に藤沢のりおは思考とは言葉。 ロゴスを発する本人が同時に発する言葉を聞く行為必ず付随するため、結果的に事故内で対話、ディアロゴスをしている状態になり、これが思考の本質でありそのダイナミズムを適切に表現していると論じた。ただし、現象学を研究するエトムントフ・サンアルは、この対話とは通常のコミュニケーションと比較すると、告知作用にかけ、意味作用のみの働きと分析している。 思考と言語が密接に関係するということは、言葉が曖昧なものだと、それが言語を超越した直感でもない限り思考の内容である語義と意図が曖昧であることを意味する。また、サピアイコールオーフの仮説では、思考は言語構造に規定されるということ、言語相対性仮説が提案されている。これは、何らかの対象について思考する際、 それぞれの人間が使う言語が持つ個別概念が影響を及ぼすというものである。例えば本来区切りがない虹について、ある言語で虹は6色、他では七色と分類されていると、それを使う人間の思考では虹はそれぞれの数の色分けをして叱るべきという認識が課せられる。思考と言葉の関係そのものについても、それぞれの言語種類で捉え方に違いがある。 日本語では、両者は分けられる傾向にあり、声に出して思考するという表現は馴染まない。しかし、ドイツ語の分離動詞、ナッシュ電検には、熟考するという意味の他に、副詞と結びついて、ラウとナッシュ電検では、熟考した結果を公にするという意味を持つ。日本語の思考ではと、または、心の中だけの行動と取られがちだがドイツ語では、思考と言葉を同じものとみなす傾向があり。 再分すると思考は表現する前の言葉であり、言葉は表現した思考となって、両者は本質的に同じものと捉えられている。思考は人間の知能を知る上で重要な要素である。しかし、知能の解明は未だ不十分であり、その背景には本来密接に関連する思考と言語がバラバラに研究されてきたことがある。このような思考と言語の関係について、 ギルバー・トライルは異なる観点を提示している。多くある思考は、自分自身への語りかけであり言語、または、シンボルの形態を取るという意見に反論し、ライルは、思考過程において言語が使われてもそれは、思考が目標に向かう過程で経由した単なる段階でしかなく、誰かに聞かせる意図を持つものではないと論じ、思考は言語に限らない多くの伝達手段を事故に、 対して実験的に投げかけているものだと主張した。思考は言語を基礎に行われるが、それだけではなく、イメージなども関与する。また、感情や動機づけなども影響を与える、複合的な過程である。思考を説明するにあたり、論理的思考など、的、思考という表現などが使われることが多い。以下ではいくつかの例を示す。論理的思考の定義は様々である。 これについて、井上直美は、三つの定義を提唱した。協議では、推論が、形式論理学の規則に従っていることを挙げ、次に、論証の形式である前提結論や主張、理由等を骨格があること、講義には、直感やイメージからの思考ではなく、概念的思考であることとしている。この論理的思考は、直感的発想にある正確性や明示性に欠ける、点を補い、 妥当なものかどうかを確認、察知する有効な手段であり、前提を漏れなく明示しつつ、真偽を検証し、さらに推論のプロセスを明瞭にして、検証可能な状態にすることができる。しかし、論理的思考で得られた結論が、必ず正しいとは、言い切れず、また絶対に結論を得られるものではない点にも、留意する必要がある。 アメリカ合衆国の高等教育において重要な目標とされる批判的思考の定義は明瞭ではなく研究者の間でも把握概念に違いが見られる一つの有力な説明では信じるもの取るべき行動の判断を下にあたって行う反省的思考といい具体的な説明では根拠に基づく評価と判断を行う能力と意思という白黒はっきりつける 物の善悪など、二律背反で事象を思考する傾向を、二分法的思考という。これは、情報の理解や、思考の結果である判断を素早く下せる利点があるが、一方で、パーソナリティ障害や完全主義及び人間関係の悪化につながる場合もある。二分法的思考は、物事を明確にしたいという、二分法の先行、物事は二つのグループに分けられるという、 二分的信念、そして自分にとって利益があるものか否かという、損得感情の三つの因子が影響している。心理学者のアービング・ジャニスが提唱した、集団思考、グラプスンク、集団的占領は、集団で思考して得た結論が、時に、個人の思考で導いた結論よりも不合理であったり、間違っていたりすことを指す。このようなことが起こる要因は、 集団に結束力があることと集団が一致を求める傾向にあることがある。これを社会心理学的実験で検証した r s バロンは各人が個別に否定的な情報を持っているような場合に集団の一致性を思考する傾向が高まり異論が封殺されるという結果を得た。逆にコンピュータを介して匿名のまま議論をする場合には集団思考の傾向は 現れにくくなるという結果もあった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。